あなたは監視されています。電話、ファックス、携帯電話、電子メール、こうした通信機器は全て傍受することが可能です。コード名エシュロン、アメリカとイギリスが中心となって作り上げた傍受網で、1日に約40億もの通信を傍受していると言われています。イギリスのジャーナリストダンカン・キャンベルは欧州議会からエシロンについての調査を依頼されました。彼の報告書は衝撃的でした。キャンベルの作成した報告書通信傍受能力2000は、戦後アメリカとイギリスが共同して傍受網を作ったことを指摘。個人をはじめ軍事、外交、産業などあらゆる通信が傍受の対象となっていると警告しました。報告書は世界の通信を捉えるためアメリカとイギリスによって張り巡らされた傍受網の実態を暴いていたのです。欧州議会はキャンベルの報告を受け、調査委員会を設置するかどうかについて投票を行うことにしました。キャンベルは新しい情報を手にブリュッセルを訪れました。通信傍受は組織的に行われています。調査委員会が設置されたらこの資料に目を通してもらおうと思っています。そうすればこの活動で被害を受けたと考えられるヨーロッパ企業を特定できるでしょう。この資料はアメリカが国内向けに紹介しているもので、ヨーロッパ企業との競争の結果契約を勝ち取った事例のリストです。100億ドルですか？1年で？アメリカ政府は企業に対し彼らが言うところの支援活動を行っています。その結果アメリカは貿易において年間100億ドル相当の利益を手にしているのです。これは機密書類ではないし、情報機関については何も書かれていません。でもアメリカの活動を知る手がかりにはなります。キャンベルの報告を受け、欧州議会では問題追及を求める動きが起こりました。緑の党や革新系の党員を中心に議会議員118名が調査委員会の設置を要求しています。すでに何人かの議員の方と話をしました。アイルランドと海外を結んでいる主要な通信は衛星を経由していますが、それもエシロンに傍受されていたことが分かりました。この通信以外にアイルランドと海外を結んでいるのは大西洋を通る小規模なケーブルだけです。つまりアイルランドから発信される秘密の通信、例えば英国アイルランド協定に関わる話も全部イギリスに筒抜けだった。そうです。過去30年の出来事を考えると、確かにイギリスはいろいろなことを知っていました。当然でしょうね。イギリスのこの問題への対応には腹が立っています。これは人権と基本的自由に対する重大な侵害行為です。一部の国がこのようなシステムを作ったということ、そしてそれをこれほど長い間隠し続けてきたということ、さらに通信を傍受するためにこれほど巨額の資金が投入されてきたということ、イギリス政府とアメリカ政府は事実関係をはっきりさせる義務があると思います。そしてこんなことが今後行われないように必要な措置を取るべきです。
まず大規模なスパイ網が存在していたという事実に驚きました。さらに EU 加盟国の一部がこの問題に関わっていると聞いてショックです。 EU の一員であるイギリスがその他の国と手を結んで EU に対抗していたなんて、これはとんでもない話です。問題は指揮を取っているのは誰か、集める情報を決めているのは誰か、使い道を決めているのは誰か。欧州委員会も理事会も議会がこの問題を取り上げ、それが大々的に報道されたことに困惑しています。彼らはもうこの問題から手を引くことはできないはずです。This is a lawless activity. It is perhaps the last great area in which nation states operate outside any of the regulations of law. That is partly why it is so secret. キャンベルは報告書でいろいろな主張をしていますが、その多くには裏付けとなる具体的な証拠が欠けています。議会議員にも報道関係者にもこの問題について確固たる証拠を握っている人などいないのです。欧州議会がダンカン・キャンベルに調査を依頼したのには理由がありました。彼は通信関連技術の専門家で、過去20年間秘密情報機関に対抗してきた人物です。欧州議会は問題について明言を避けており、調査委員会の設置にも消極的です。しかしキャンベルは追及の姿勢を崩しません。エシロンは厳密に言えば1970年頃に始動した一つのプログラムを指します。このプログラムは商業用通信衛星をターゲットにしています。そして主に西側諸国の通信を傍受しているのです。地球の周りでは数百に上る商業用衛星が軌道を回っています。情報機関は衛星を中継する通信を傍受するために世界各地の軍事基地やアンテナを利用しています。ヨーロッパ最大規模の中継局であるイギリス中部のメンウィスヒルもその一つです。通信傍受網はアメリカが中心となって運営し、イギリスの他にカナダ、オーストラリア、ニュージーランドが参加していると考えられています。エシロンのネットワークについて初めて本にまとめたのはニュージーランド出身のニッキー・ハーガーでした。4年前ニッキー・ハーガーは政府が許可しなかった基地内部の撮影を強行しました。彼とカメラマンはあのカメラ、今私を撮影しているカメラのように大型のものを持って基地に入り込んだのです。彼らは夜阻止されることなく無事基地に入り込みました。管制区域にたどり着き、内部の撮影に成功したのです。驚くべきことにドームに覆われたアンテナは南太平洋のあらゆる通信を傍受していました。通信傍受をしている部屋はこの部屋の4倍ほどの大きさです。コンピューターがたくさんあるだけで人間は一人もいません。エシロンは自動的に情報を選別し、 CIA やイギリスの情報機関をはじめその情報を必要としている場所に送っています。これでも証拠がないという人は怠け者か頭が悪いかでしょう。私たちはもう十分なほどの証言を得ています。実際に設備を見たり、写真や多くの書類に目を通し、身元を公開できない情報提供者からも話を聞いています。そしてシステムの実態を明らかにしてきたんです。テクノロジーの進歩により傍受のための機器も改良されてきました。1950年代後半、通信には海底ケーブルが使われるようになりました。アメリカは潜水艦でケーブルの位置を特定し通信を傍受しました。
また空中ではあらゆる周波数の電磁波が地上に設置されたアンテナと衛星で傍受されるようになりました。現在1機10億ドル以上するものも含め120以上ものスパイ衛星が稼働していると推測されています。地上には巨大なアンテナが設置されあらゆる通信を傍受しています。世界中が監視されています。通信傍受を中心となって行っているのはアメリカの国家安全保障局 NSA です。 CIA をも上回る規模でありながらその存在はほとんど知られていませんでした。 NSA が存在さえ明かそうとしなかったのは通信傍受の事実を知られたくなかったからです。ジャーナリストのジェームズ・バムフォードは NSA についての著書を出版しました。本は数十万部を売るベストセラーとなりました。私の誇りは NSA の存在を浮き彫りにし違法行為を明るみに出せたことです。かつて NSA が電信会社と密約を結びアメリカ人の個人的な電報を全て入手していたことが明らかになりました。この違法行為はなんと20年以上にわたって行われていたにもかかわらず NSA は何の咎めも受けずに逃げおせました。 NSA 自体についてほとんど何も知られていなかったからです。彼らの活動を暴かなければこの先も違法行為が続けられるでしょう。 NSA 本部はワシントンの北40キロほどにあり職員は3万8000人、年間約40億ドルが費やされています。秘密のベールに包まれた情報機関、それが長年にわたる NSA のイメージでした。しかし NSA の暗号博物館ではこの機関の歴史が一般に公開されています。 NSA は第二次世界大戦で連合国の勝利に貢献したスパイ技術を活用するため1952年に設立されました。現在は外交関連の通信の機密性を保ち他国の通信を傍受するために活動しています。暗号研究、つまり通信の暗号化や他国の暗号を解読する分野では最高の技術を持っています。ドイツで開発されたエニグマ暗号機、戦時中この暗号の解読に成功したことで連合国は勝利への鍵を手にしました。ナチス政権下のドイツにいた諜報員がドイツが使っていた暗号について非常に正確な情報を入手しました。イギリスはその情報を使えばドイツ空軍の飛行計画を入手できると考えました。実際情報はイギリス空軍の勝利に大きく役立ちました。この時チャーチル首相は諜報活動の重要性を強く認識したのです。第二次世界大戦の終盤にはロンドン郊外に1万人の人員が配置されました。無線通信を傍受しドイツ軍の通信内容を入手するためです。そして同時にイギリスやアメリカの上層部はいかに敵国に気づかれずに情報収集を行うか、その重要性も学んだのです。イギリスはドイツのエニグマ暗号機の暗号を解読しました。それなのに彼らは戦後
他国にエニグマを売り込んだんです。これは素晴らしい暗号装置だと言ってね。そのため実質的には冷戦終結時まで多くの国々がエニグマを使用し続けていたんです。第二次世界大戦が終結し、冷戦と諜報戦争へと移行しようとしていたこの時期、エニグマ暗号機の暗号を解読していたことは、イギリスやアメリカ、その同盟国にとって大きな利点となりました。秘密情報機関の活動には、その活動が公にならない限り制約がありませんでした。アメリカとイギリスが通信傍受網を広げていったのもこの時期です。英米協定が秘密裏に結ばれ、エシロンの土台が整えられました。現在のエシロンの土台となったネットワークは、ある目的のために作られました。ソビエトの近代兵器に関する技術がどれくらい進歩しているかを知るためです。冷戦の間、西側は常にソビエトを監視し、そしてソビエトは西側をマークしていました。ソビエトの持つ情報網は非常に強力だったので、彼らは暗号化された通信を大量に入手できましたが、その情報を持て余していました。現代のコンピューターに代表されるような情報処理能力がソビエトには不足していたのです。一方アメリカは情報処理という点で飛躍的な成果を上げていました。アメリカは他国にはない理想的な情報収集の手段を手に入れ、世界中の国の機密情報にアクセスできるようになったのです。大量のデータ処理が可能なコンピュータープログラムを開発できたことがアメリカの強みでした。しかしエシロンの存在はまだ公式に認められたことがありません。ダンカン・キャンベルはNSA 上層部のバーバラ・マクナマラが開いた記者会見に出席を許可されました。カメラの入場は拒否されました。マクナマラが公共の場で語るのは今回が初めてのことです。何か収穫はありましたか？いいえ。もう知っている話ばかりで、確信をついた質問が出ると話をそらされてしまいました。膨大な情報を傍受できるようになったら、次に必要なのはそれを分析する手段です。 NSA アメリカの国家安全保障局は、傍受した情報を分類するため大規模なコンピューターシステムを開発しました。こうして大量の情報の蓄積、分類、分析が可能になりました。エシロンの一番重要な機能は何かと尋ねると、よくこんな答えが返ってきます。クリントンという言葉に反応することですか？いいえ、最も重要な機能はいらない情報を削除することなのです。エシロンの役目は膨大な通信内容の中から使う側が関心のある情報だけを選別することです。何百万もの通信情報が絶えず送られてきたら、とてもそれを利用することなどできません。エシロンはいわば使い手が欲しい情報だけを残すろ過装置のようなものなのです。The report gives two examples which I believe are very well founded, and they concern the targeting of communications concerned with the European Airbus project and also the military fighter aircraft, the Tornado made by the
Panavia Consortium.企業がスパイされているという報告があるにもかかわらず、被害者である企業側が情報を提供したがらないので、問題が解決されないままなんです。アメリカはこう考えていました。もし車のモデルについて新しい情報を入手したら、それをどこに流すべきだろうか。フォード社か、それともゼネラルモーターズ社か。しかし実際はそんなことはしていないでしょう。現実はもっと複雑です。そんなことをして国の利益になるでしょうか。確かにアメリカの大統領は純粋に商業的な問題にも口を出すことがあります。だからといってアメリカやフランス、イギリスの情報機関がその言いなりになって製造業者やビジネスマンを手助けしているということにはなりません。通信傍受網によって被害を受けたとされる企業の一つはヨーロッパのエアバス社です。サウジアラビアとの非常に大きな契約をアメリカのボーイング社に奪われています。ボーイング社はエアバス社の提示価格をあたかも事前に知っていたかのように思われます。マダムバブズアコンパニフランスのトムソン社もブラジルとの大きな契約をアメリカ企業に奪われました。これも通信傍受による妨害が原因だと言われています。しかしエアバス社もトムソン社もこの件に関してコメントを拒否しています。果たしてヨーロッパの企業は本当にスパイされているのでしょうか。フランスの情報機関を統括していた元内務大臣はこの件に関してどう考えているのでしょうか。アメリカがフランス企業の入札価格を事前に知っていたためにフランス企業が外国との契約を逃したことがあるのは知っています。そんな情報はスパイ活動なくしては入手できないはずです。その結果どうなったかを見れば何が行われたかは明白です。商業的なスパイ行為が行われているのは明らかです。否定はできません。アメリカはエシロンについてのコメントを避けています。しかし1995年まで CIA 長官だったジェームズ・ウールジーは例外です。彼はヨーロッパ企業に対するスパイ行為があったことを認めました。しかしそれは経済情報を得るためではなく、もっと高尚な目的のためだといいます。ヨーロッパから盗みたいと思うような技術はほとんどありませんし、政府が企業のために情報を盗むことなどありません。私たちは確かに情報を集めていましたが、それはヨーロッパ企業の贈賄行為を暴くためなのです。収集した経済関連の情報のうち 95% は一般に公開されている資料などから得たものばかりです。どこの国の政府でも企業でさえ簡単に集められる情報に過ぎません。スパイ活動によって得た機密扱いの情報は残りの 5% 程度です。そしてそれは厳密にヨーロッパ企業の贈賄行為に関する情報に限定されています。賄賂が得意なのはアメリカでしょう。アメリカが贈賄の情報を集めていたと認めたことは、アメリカ企業と競争関係にあるヨーロッパ企業をスパイしていたと認めたことにもなります。
NSA が企業のためにスパイ行為を働いたり、企業が NSA から情報を買うことなどありえないと思います。 NSA は非常に機密性の高い機関です。機密保持に関して実に徹底されています。簡単に情報が流出してしまうであろう民間企業に NSA が機密情報を教えるなどということは考えられません。しかしキャンベルは追及を緩めません。今回はアメリカの電子プライバシー情報センターの依頼を受け、ワシントンで調査をすることになりました。この団体は個人のプライバシーを保護するために活動しています。キャンベルは団体のメンバーからエシロンについて新しい報告書を作成してほしいと依頼されました。新しい報告書は一般の人々とアメリカ議会を対象にしたもので、市民のプライバシー侵害の問題に重点を置いています。しかしまだ最初の報告書で挙げられた問題も解決されていません。果たしてアメリカの情報機関は入手した情報を大企業に流しているのでしょうか。私は NSA がアメリカ企業に情報を提供しているとは考えていません。そういった発言をしたこともありません。可能性としては、まず NSA が CIA に入手した情報を流し、 CIA がそれを商務省に報告するという流れが考えられます。その利用方法については政治的判断に任され、企業側は何も知らないでしょう。私の手元にも資料がありますが、1993年クリントン政権は企業に対する支援政策を導入しています。資料は一般に公開されています。アメリカ政府は企業が海外での契約を取るのを助ける支援センターを設置しました。各省庁、国家安全保障会議、そして場合によっては情報機関が協力し合います。そして契約を勝ち取るための効果的な方法を練り上げるんです。支援センターとは何ですか。何です。支援センター。知りません。ご存じないとは意外ですが、私は5年以上政府の仕事に携わっていましたが、部署の名前は頻繁に変わります。その支援センターというのがどの省庁に属しているかがわからないと。商務省の一部ですか。ええ、商務省にそういう名前の部署があるかもしれませんが、よくわかりませんね。しかし支援センターのホームページにはこうはっきりと書かれています。アメリカ企業が海外での契約を勝ち取れるよう支援します。アメリカもウールジーも問題をはぐらかしています。競争のために経済や商業に関する情報収集をするのと産業スパイとは別物だと苦しい言い逃れをしようとしているに過ぎません。全く馬鹿げています。すべて産業スパイ行為に変わりはないし、結果も同じです。アメリカ企業が契約を勝ち取るんです。経済スパイ行為は公に認められたことはなくても、これまでにも存在したはずです。それではヨーロッパ諸国、例えばフランスはどうなのでしょうか。私がフランスに経済分野の情報部を作りました。もうかなり昔の話になります。あるアジアの国が戦闘爆撃機を発注しようとしていました。フランスはその契約をめぐりアメリカやソビエトと競争していたんです。私たちの情報部は運よく発注元の国の当局と接触することができました。そして競争相手の入札価格に関する書類のコピーを手に入れたんです。
私たちはその書類を、交渉担当者がまさにフランスを立とうとしている時に渡すことができました。その情報を手に入れられたおかげで交渉は有利に進み、フランスは契約を手にしたのです。フランスだけでなく、ドイツや日本、ソビエトもそうした活動はしていたはずです。ごく小規模ではありましたが。規模の点ではアメリカのものとは比べ物になりません。フランスはドイツとともに商業用衛星の通信傍受システムを開発してきました。アメリカと同じく企業の通信傍受を行っているわけですが、規模としてはまだまだ未発達です。それでもガイアナやニューカレドニア、フランス領アンティル諸島など海外の基地を利用していて、アラブ首長国連邦の合意も取り付けています。では企業はこうした通信傍受網からどうやって身を守ればいいのでしょうか。通信内容を暗号化するしかありません。ある会社の重役がスイスの企業クリプト AG を訪ねてきました。通信を暗号化するということは、通信内容を鍵がないと開かない金属製の封筒に入れるようなものです。鍵は数字の組み合わせで作られ、通信内容が電話やコンピューターから発信される際に機能し、盗聴を防止します。受け手が通信内容を解読するには同じ鍵が必要になります。私たちが求めているのは、情報を守るための包括的な対策です。クリプトはそれを示してくれる会社だと期待しています。こうした信頼のおけるパートナーがいることは理想的です。過去50年の間に、数多くの政府機関や軍がクリプト製の装置を導入してきました。クリプトの強みは、最先端を行く技術と、法律に制約されずに自由に活動できることです。スイスには輸出に関する規制がありません。これは非常に珍しいことです。我が社は可能な限り機密性を高めた信頼のおける製品を作っています。そして製品に関し国から規制を受けることがないのです。スイスは中立国です。 NATO やその他の軍事同盟にも加わっていません。そういう点でも機密性第一の顧客にとってクリプトの製品は魅力です。スイス製というラベルがクリプトに対する顧客の信頼を勝ち得ているのです。取引は成立しました。しかしクリプトの製品は、その暗号は 100% 安全だと言えるのでしょうか。一部の報道機関、特にアメリカの新聞は、クリプトの安全性に疑問を投げかけています。さらに疑惑を呼ぶ事件も起こりました。1992年、クリプトのセールスマンがイランで逮捕されたのです。イランはクリプトにどのような疑念を抱いていたのでしょうか。逮捕されたセールスマンは、一体なぜ自分にどんな疑いがかけられて逮捕されたのか、全く理解できませんでした。彼はスパイの容疑をかけられていたのです。しかし彼はイランでセールスの仕事をしていたにすぎませんでした。後にクリプトはそのセールスマンを解雇しました。そこで彼は真相を突き止めようと動き出しました。私を含めジャーナリストたちも調査を行いました。
その結果、クリプトの謎に包まれた影の部分が明らかになったのです。クリプトは外国の暗号研究者たちと関係していました。研究者たちがなぜクリプトの暗号作成プログラムに繰り返し影響を与えたのか、それは私たちにとって大きな謎でした。外国の暗号研究者、特にアメリカの研究者は何のためにクリプトを訪れていたのでしょうか。アメリカの新聞社ボルティモア・サンの記者スコット・シェインはこの件に関して2年をかけ NSA 国家安全保障局を取材しました。彼が注目したのはノラ・マカビーという人物でした。 NSA はクリプトの装置の設計に関与し、その装置で暗号化された通信を自分たちが解読しやすいように手を加えていたと思われます。1975年の8月にミーティングが開かれています。出席者はクリプト AG から3名、アメリカの企業から3名、そして IA と記された人物が2名。 IA が何を指すのか分かりませんが、インテリジェンスエージェンシーの頭文字、つまり情報機関の略だとも考えられます。ノラ・マカビーという人物が丸で囲ってありますが、この人物は当時 NSA に属していました。 NSA は暗号装置の設計にあたってどう影響を与えたのでしょうか。クリプトの元社員の話では、資料を渡され、この通りに設計しろと指示されることがあったといいます。何人かはそれで暗号が解読されやすくなると感じたそうです。クリプトの新しい経営陣は、元社員が匿名で行った証言を否定し、NSA の暗号研究者、ノラ・マカビーのことも知らないと主張しています。一方、ボルティモア・サンは彼らが得た情報源や書類の公表を拒否しています。彼らが根拠にしている書類をぜひ見てみたいですね。疑惑は元社員たちが広めた噂に過ぎません。これまで機会があったにもかかわらず確固たる証拠を提示できなかったことからもそれは明らかです。NSA がクリプトと接触しているという話を最初に聞いたのは25年前のことです。これは歴史的にも重要な意味を持つ問題です。1970年頃、デイビッド・カーンが暗号戦争という本を出版しました。これによって NSA の関与が明るみに出ました。この本の中で NSA の主任暗号研究者がクリプトを訪問するために極秘でスイスを訪れていたことが暴かれたんです。 NSA の元幹部ウィリアム・フリードマンはアメリカの暗号研究の先駆け的存在でした。クリプトの創立者ボリス・ハーゲリンはフリードマンと戦時中アメリカで知り合い、二人は交友関係にありました。友人であるハーゲリンがクリプトを創設したとき、その装置で暗号化された通信を自分たちも解読できるようにしようとしたのでしょう。私たちは1994年にスイス連邦警察の調査を受けました。警察は書類に目を通し装置を調べました。さらに社外の人間や元社員など大勢の人から話を聞きました。しかしクリプトにかけられた疑いを裏付けるようなものは何も見つからなかったんです。結局証拠不足によりスイス当局はこの件の追及を断念しました。アメリカの関与が事実なら、これは過去50年の出来事にも大きく影響してくるはずです。なぜなら、アメリカ政府は他国の暗号化された通信を解読していたわけですから。諜報活動の観点からすれば、これは著しい成功と言えるのでしょう。スパイ活動におけるアメリカの素晴らしい勝利だと。
今や情報テクノロジーと諜報活動は欠かすことのできない武器として兵器に取って代わりました。ミサイルや戦車、銃がいらなくなったというわけではありません。しかし兵器の重要性は以前に比べ低くなりました。情報テクノロジーを使いこなせるかどうか、それが国の力を決める時代なのです。ではスイスは情報テクノロジーの分野でどのような活動をしているのでしょうか。匿名の将校の案内を受けて取材陣が向かったのは首都ベルンから約20キロ離れた田園地帯でした。ここがスイスの情報活動の本拠地です。到着に合わせ責任者のナイデッガー大佐も姿を現しました。厳重に警備された施設はすでに従来型の通信傍受プログラムを備えています。さらにスイスはコード名サソス3と呼ばれるプログラムの実現を目指しています。衛星に指向性アンテナを向けて情報を集め、キーワードにより情報を選別する点などエシロンの縮小版と言っていいほどよく似ています。スイスが必要な情報を直接入手するためにはデータ処理能力を向上させることが不可欠です。他国に頼っていてはスイスが情報を手に入れる前に他の国がそれを得てしまうことになるのです。スイスの情報機関がどのような情報を手に入れようとしているのか、それは謎のままです。しかしサトス3計画の立案者はこうコメントしています。スイス政府はこの計画を機密扱いにしてきました。特にその内容については極秘にされています。つまり海外のどういった情報を集めるのかという点に関してです。私たちが得た情報は一般の人々に公開されることはありません。しかしどういった情報を集めるかについては議会が厳しく監督を行うはずです。しかし議会は計画に伴う多額の費用についても特に追及しませんでした。彼らは計画についてどれほど詳しく知っているのでしょうか。私たちは計画についてほとんど何も知らされていません。知っているのは実行に向けて建物の修繕費がいくらかかるかという情報くらいです。私たち議員には情報機関の計画について詳しく調査する手段がないのです。官庁から提供される情報も明確さに欠け十分なものとは言えません。フランスではインターネット利用者の団体がエシロンとその責任者を相手取り2件の訴えを起こしました。そのうち1件はフランス政府に、もう1件はパリ裁判所に訴えています。ヨーロッパ人権協定は基本的自由の保護について定めています。この協定によりプライバシー尊重の原則が確立されたわけです。すなわち個人の通信の機密性も保護されなければなりません。人々はこれまでプライバシーの尊重という基本的な権利の侵害に対し感覚を鈍らされてきました。国家の安全を守るという表向きの理由にごまかされて、スパイ活動は必要悪だと信じ込まされてきたのです。しかし私たちはもうそういう考えを捨て基本に立ち返るべきです。国民全員が常に監視される必要などないのですから。不思議なことにアメリカではエシロンへの関心はさほど高くないようです。追及の声を上げている人々はわずかです。アメリカ自由人権協会、自由議会財団、議会にこの件を取り上げるよう申請したボブ・バー議員、そして電子プライバシー情報センターも
行動を起こした団体の一つです。アメリカや他国のここ25年間の出来事を振り返るに、プライバシーの侵害は常に行われ、政府機関の権力はますます強まってきたと思います。目的が何であれ、プライバシーの侵害を許容するわけにはいきません。このままだと、ジョージ・オーウェルが小説で描いたような管理社会が現実のものになるかもしれません。欧州議会は結局、エシロンについての調査委員会の設置を見送りました。欧州議会がイギリスの秘密情報部 MI6 のトップを呼んで証言させるなどというのは無理な話です。トップが一体誰かさえわからないんですから。第一、わざわざ証言に来るとも思えません。議会が調査委員会を設置してもそれが機能しない状態では意味がありません。証言に来そうもない人のことを考える前に、来る意思のある人たちを探すべきです。このままでは重大な問題がうやむやになってしまいます。追及する姿勢を見せているのは一部の議員たちだけです。一番の問題はヨーロッパ全体が経済スパイ行為に対しどう対処していくべきかということです。専門の調査委員会の設置は今回実現しませんでしたが、将来的な対策を提案するための暫定委員会は設置されました。ダンカン・キャンベルがエシロンについて行った報告に対しては何ら具体的な対応はありませんでした。政府がスパイ行為をしている状況下で、一般市民の権利は完全に無視されています。人権については世界人権宣言はもちろん、ヨーロッパ人権条約の中でさらにはっきりと定められています。加盟国には条約を守る義務があるはずです。その条約が国際通信を傍受する権利を否定しているにもかかわらず、 NSA やイギリスの情報機関は過去50年にわたりスパイ活動によって力をつけてきました。そして冷戦が終結した今、彼らの矛先は国内の私たちに向かおうとしているのです。